丈夫。大丈夫？名前は？あー、そっかそっか。よしよし。よしよし。大丈夫。もう安全だから。もう安全だから。私はひなつる。心配しないで、私が守るから。これを飲んで。これは体力が出るやつよ。あら、ここ怪我してるね。どうやって怪我したの？鬼のせいね。傷がひどくなる前に私が見てあげる。見せて。少量のお薬をつるから待てて。見せて。今から何個を塗るね。ごめんごめん、痛かった？もっと優しくよね。はい、答えを巻いてと。これで傷もすぐに治るわ。よくできました、よくできました。今から夫を見て助けをしなきゃ。何か何か。